今回は足早に打つ方法を解説したいと思います。この碁は僕の白番ですね。初手からね、見ていきたいと思います。で、かかりに受けないでかかっていきましたね。で、右上もかかって、開いて、黒がね、詰めてきた局面ですね。で、次にね、打ち込み、狙われてるので、この打ち込みをね、何か守らないといけないんですけど、今回はこの打ち込みを先手で守る方法を紹介したいと思います。ではまず実戦進行どうなったかを先に見たいと思います。実戦はツケて膨らんで、黒こちらに当てる手がいい手でしたね。引いててくれれば、これはだいぶ白がね補強されてるので、これは白が先手取れるんですね。打ち込んできてもなんとか戦える形なので大丈夫なんですけど、まあこれ打ち込んできたら下つける手もありますし、まあ、コスんでね戦っていく形もあるので大丈夫なんですけど、これ当てがいい手でね、こうなってしまうと、切られてちょっとね、白が弱い石が2つできてしまって、これは白が明らかに苦しい戦いなんですね。これは実戦は失敗してしまった形ですね。切りが厳しいんですね。なので、先手でね、どう処理すればよかったのかなんですけど、これ正解はですね、ツケまではいいんですけど、まあ、例えばこれだと安全なんですけど、一回ね、このコスミツケ打たれちゃうんで、これがちょっと辛いんですよね。こういう形になってしまうと。すごい凝り形にされてしまうので、これはちょっとなかなか選びにくいんですけど、だからツケたいんですよね。で、この時に切りが正解でしたね。こう打ってれば、さばけましたね。で、黒一番頑張った受け方、こういう、伸びなんですけど、これだとですね、もうこの瞬間白が先手取れるんですよね。どうしてかっていうと、これね、黒隅にね下がった手は一番味の悪い受け方で、これ一番悪そうな手なんですよね、これ。どうしてかっていうとですね、味が悪いっていうのは利き筋がもうたくさんできちゃってるんですよ、この受け方っていうのは。一番地を頑張っているように見えて、例えばですね、ここの当ても効いてますし、白からこっちに当てる手も効いてますし、ここら辺に並ぶ手も先手で効いてますし、ここに押さえる手も先手で効いてるんですよね。だからもう利き筋がここら辺に無数にめちゃくちゃあるわけですね、白からの利き筋が。いろんな手が効いてるわけですね。なので、もうここだけでね、白がと石がどこに置いどここら辺に白から打つ手が全部効いてるので、手抜けちゃうんですね。先手取ることができるわけです。で、この形はもう利き筋がいっぱいあるので、黒利きを消さないといけないんですね。伸びを打って、黒が守ったら白も守ればいいので、これは白がね、足早に左上先着してるので、これ白が成功した布石になりますね。で、ここはですね、打ち込み黒としては狙いたいんですけど、これが無理なんですね。どうしてかっていうと、これこの場合上につける手が成立してまして、こっち跳ね出しても切られて、で、こっち当てても、一回逃げてね、黒継いだ時に、こっちに白から押していく手が効いてるんですよね。これ黒がこっち逃げると、これで、これ右下のね、隅の方おかしくなってますから、取られちゃうと。で、これ引きぐらいなんですけど、押さえられてね、これは黒がね、潰れちゃってるんですね。これ黒が3子取られちゃいますよね。
だからこれが無理ですね。こっち跳ね出すのは。で、こっち打つのも、まあ、そんなに状況変わってなくて、やっぱここが効いてるんで、これに対して黒が受けないと、これもやっぱりこっちなんか出ても、やっぱりこれ取られちゃうとね、隅がおかしいので、これはちょっと地の損がね、大きすぎて、黒全然ダメなんですね。だからこれは、ここの押しは効いてるとこなので、で、こっちに引かれてしまって、で、ついでも抑えられて、これもやっぱりね、明らかにね、黒がね、打ち込んだ石がね、封鎖されちゃってるので、これも黒が失敗なんですね。だから打ち込みはですね、まあ、わかりやすく説明すると、まあ、白からここが効いてる形なので、こういう状態と、白石はこういう状態になってると見なければいけないので、打ち込みがね、なかなかね、黒から打てないわけですよね。うまくいかないんですね。だから、これ隅、これなんでこんなに黒が悪くなってしまったかというと、これはですね、やっぱこちらに伸びる手がね、黒相当悪い受け方なんですね。で、黒の他の受け方なんですけど、まあ、抱えるのが一番手堅いですね。これが一番普通の受け方です。まあ、ただこれもですね、白は、この当てる手が先手で効くのって、まあ、これ繋いじゃうとまた隅のあたりが効いちゃうので取るんですけど、これでやはりね、だいぶ白が補強されたので先手取れるんですね、これも。これも白が成功ですね。で、こっちに伸びて、で、これ白、つなぎますね。で、抱えると。で、これもですね、白がだいぶ補強されたので、これも先手取れますね。まあ、こっちに桂馬とか打ってね、先手取れますね。これも白成功ですね。なので、まあ、黒、部分的なこの形の最強手はこっちですね。当てる手が。これが一番最強の黒の反発ですね。で、これは取られるわけにはいかないので、これは一回逃げますね。で、継ぐと。で、これ渡っちゃうとですね、白が、これ抱えられて、これはちょっとね、薄いんですよね、打ち込みが。ここで白手抜けないんですね、これは。これ一手必要ですね、なんか、こういう守りが必要なんですね。ここは手抜けなくて、手抜いちゃうとですね、こっちに打ち込まれて、これは白がもう困ってるんですね。下つけても、跳ね出されて、切っても、こっちにね、はみ出されて、で、白上から押さえつけたいんですけど、これ切る手がありまして、これ白が潰れちゃうんですね。間に合わないんですね。上から押さえる手が。だからこっち戻んないといけないんですけど、こっちに突き抜かれて。まあこれ白は死ぬことはないんですけど、ちょっともう外側の形がひどすぎるので、これは白がね、もう相当悪いんですね。この形白は渡るとまずいので、これ白はね、伸び切りが絶対なんですね。隅の方に反発していくしかないんですね。黒が出て、抱えて。で、これで振り替わりなんですけど、これ意外といい勝負なんですね。これ互角の別れで。隅、黒地だったところが白地になって、で、右辺のこの白石2子なんですけど、これなかなか死なないんですね。例えば桂馬とか打って攻めるですけど、黒は。これね、なかなか死なないんですよね。すぐに白が動いてっても死なないですし、例えば一回手を抜いてね。一回手抜いても死なないんですよね。で、もう一回打って。例えば、こういうふうに。黒が飛びでもう一手連打して取れてればいいんですけど、まあ、例えばなんですけど、こちらに押さえる手がありますよね。白から。で、黒は渡りを遮る手で、普通にこれ、受けといて、これ取れないんですよね、この白石。まあ、例えばこういうふうに、
ね、上から覗きとか打って封鎖して取れてればいいんですけど、まあ、付け引きがありますよね。黒は切りの断点あるのでつなぐんですけど、まあ、これどう打ってもいきますよね。例えば一番手堅くね、へこんでても、これは白生きてますよね。取れないですね。なので封鎖しても取れないと。で、コスミでね、取れればいいんですけど、これ上がね、まだつけていく手がありますよね。で、伸びて、これも封鎖するんですけど、膨らみが効きますよね。で、受けて、これもやっぱり抑えられて、これ白が生きてますよね。なので、これね、白が手抜いても簡単には死なない形なんですね。だからすぐに動いていけば、もうこれ簡単に、まあしのぎは簡単にしのげる形ですし、まあ一回手を抜く余裕すらある。相当これ意外と取られそうに見えて、そんなにね、簡単には取られない形なんですね。なのでこれはね、やっぱ隅のね、地を先に白が得してますから、これ打てるんですね、この別れは。なので、まあ黒がどうってきても対応できるというのが僕の結論でした。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。